新たに最新の新作の、ロゴステッカー、ゴールドロゴステッカーが出来上がりましたので、はい、どうもヤミです。今日はですね、以前紹介した、このオリジナルの、ゴールドのステッカーロゴですね。はい、こちらがなんか真ん中のゴールドはかっこいいんだけど、この周りの白が、ちょっと黄色がかった白になっちゃって、このちゃんとした周りの白と比べてちょっと浮いちゃってると。なのでちょっとこれはいいんですけども、ここと比べた時にちょっと変な感じに見えてしまうので、ここの白を割と近いような色のステッカーっていうのを買ったんですね。それがこれなんですけども、これだと割とこの真ん中のやつと近いんじゃないかなと思って、これとね一回貼り替えてどんな感じになるのかっていうのをやってみたいんですけども、実はですね、今日、このゴールドのロゴじゃなくてもう一つですね、新たに最新の新作の、ロゴステッカー、ゴールドロゴステッカーが出来上がりましたので、これ貼り替えた後に、紹介したいと思います。とりあえずですね、このキューブのこの白の部分をこっちと貼り替えて違和感がなくなるのかっていうのをやってみたいと思います。はい、それではこれと貼り替えていきますね。じゃあちょっと剥がしてみましょうか。簡単に剥がれるのかな、これ。一回やってみよう。ちなみにこのキューブはガン356エア SM です。はい、はい、まあとりあえず剥がれるかどうかやってみましょう。あ、めちゃめちゃ簡単に剥がれそうですね。綺麗に剥がれますね、これまた。はい、全部剥がしていきたいと思います。はい、とりあえずですね、周りの白のステッカーすべて綺麗に剥がすことができました。はい、剥がしてちょっと綺麗に拭きました。はい、なので今完璧な状態です。この状態でですね、こっちのシールを貼ってするとこの色とあんまり違和感がなくなるのかどうかっていうのを試してみたいと思います。とりあえず貼っていきます。まずはこの端っこから貼っていきましょうか。ピンセットとかでね貼った方がいいのかもしれないですけども、まあとりあえず別に大丈夫でしょう。この辺かな。はい、ちょっと右上をね貼っただけなんですけども、結構違和感なくないですか。これ同じような色っぽく見えますので、多分ね全部貼ったらいい感じになるんじゃないかなって思ってます。はい、どんどん貼っていきます。じゃあ一気に、次はここですね。いい感じですね。多分違和感なくなると思います。もう全部貼っちゃいます。はい、すべて貼り終えることができました。そしてどんな感じになったのかというと、こんな感じです。いきます。じゃーん、どうですか。かなり違和感がなくなったと思うんですけど、以前の周りが白だった時のやつはこんな感じです。に対して今これなので、ほぼほぼ同じ色というかね、同じ色みたいな感じに見えるんで、いい感じになったと思います。違和感がね全くなくなりました。はい、まあ結構ね、真っ白じゃないんで、なんだろう、シックな感じというか大人な感じのカラーなんですけども、これはこれで結構可愛くてかっこよくていいんじゃないかなって思います。でちなみに前の、ホログラムの方の黒の方はこんな感じですね。これはキラキラしててめちゃくちゃ綺麗なんですけど、これはこれでね結構しっくりきてるので、ホログラムも捨てがたいというかなかなかいいんですけども、こっちの周りをね整えるとこのゴールドもなかなかかっこいいですね。はい、ということでこの Y の縁の部分がねホログラムのタイプのロゴ と、こっちの Y が全てゴールドのタイプでも、ちょっと、白が黄色がかってるんで、周りのステッカーも、こういう感じの色に変えてあげるとかなりいい感じの、仕上がりになりましたね。はい、ということでこれがね以前のロゴの紹介なんですけども、今回のロゴは一味違って、実はですね、僕の闇キューブスのロゴの、この部分、この部分のね Y の部分あるじゃないですか、筆記体のこのロゴをね実際に作ってしまいました。前はね、ちょっとカッコつけた感じでダサいんじゃないかと思ってたんですけど、これはね正直ねめちゃめちゃかっこいいです。はい、ではね、まあもったいぶらずにもうお見せしますね。ではいきます。まだキューブには貼ってないのでステッカーのみの紹介です。いきます。じゃん、これです。
わかりますかね。もうこれ金色なんですよ。もうめちゃめちゃピカピカの白プリントって言うんですけど、金箔のマッキンキンのツヤありのゴールドですの、透明のタイプですね。透明のシールにこのキラキラのツヤありのゴールドが印刷されてます。白押しっていうんですけどね、金箔押しっていうか、それがこのガンのキューブの真ん中のロゴのサイズとぴったりになってるんですね。なのでこういうやつみたいに色を整えたりとかしなくても、本当にこれ透明なのでどのキューブでも真ん中に貼ると。で今回はですね、これガン 356XS のステッカーレスのタイプ、ここの部分のロゴね、なんかね消しゴムでねガーって擦ると消せるみたいなんですね。そしてこれ透明のシールなんで、ここにペタッと貼れると。はい、そうするとこの真っ白な部分にこのピカピカの金色の筆記体のかっこいい Y がね、こういう感じでロゴでつくんで、多分ねめちゃめちゃかっこいいと思うんですよ。なんか勇者王とかのロゴあるじゃないですか、あの筆記体でなんか書いてますよね。あんな感じであれのゴールドのピカピカタイプの、ロゴが貼れると、そういう感じのロゴになってます。そして早速これをね実際にここに貼ってみたいので、このロゴ本当にね消しゴムで消せるかどうかわからないんですけども、一回新品の消しゴムあるんで、それでガーッと擦って消してみたいと思います。はい、ではやってみます。はい、これですね、ペンテル株式会社さんのアインとかいう早く消せるタイプということで、ハイポリマーアインっていうなんか商品なんですけども、これ新品のやつ持ってるんで、これで一度このロゴ消せるのかどうかやってみたいと思います。ではやってみます。よし、いきますね。ちょっと強めに、あれ、あ、なんか伸びた、ちょっと伸びましたよ。あ、ちょっと待って、これね危険、一回あのセンターキャップ外した方がいいかもしれない。一回外します。これ外した状態で擦りたいと思います。あ、落ちた。この状態で擦りたいと思います。よいしょ。おっと、こいつはなかなか厳しそうですね。簡単には消えない感じなのかな。なんか青はちょっと伸びてるけど、いやね、ちょっとはね、ちょっとは消えてきてる。頑張れば消せるかもしれない。結構時間がかかっちゃうかもしれない。これ見てください、ちょっと強めにね頑張って擦ってたらこんな感じで消えてきました。ということは、気長にね擦ってたら消えるということですね。ちょっと頑張ってみたいと思います。見てください、めっちゃ頑張ってます。めちゃくちゃ頑張って擦ってるんですけども、なかなか全部消えなくて、これねちゃんと消さないとこの、ロゴシールが、透明なんで、もうちょっとでも残ってるとね見えちゃうんで、頑張って全部消したいと思います。はいはい、めちゃめちゃ頑張って擦ったんですけど、ほぼほぼ消えたと思います。このね消しゴムの残骸が物語ってると思うんですけど、もうめっちゃ頑張って擦りました。あとちょっと残ってるかな、まあ、ほぼほぼわかんないよね、まあ、もうちょっとだけ磨いて綺麗にして新しいロゴシール貼ってみたいと思います。はい、準備はできましたね。もう頑張って消したんで、もう全くロゴが残ってない状態です。消しゴムでねめちゃくちゃ頑張って擦ると取れるっていうのは本当でしたね。はい、本当に綺麗にロゴがなくなりました。そしてですね、一応先にここにつけといて、ロゴセンターキャップをここにはめ込んでですね、はい、この状態でまっさらの、全くロゴがないような状態ですね。今はこの状態で新しいこの金箔ゴールドステッカーですね、この筆記体のピカピカのやつですね、これを貼ったらどうなるのか、なんかもう予想するだけでめちゃくちゃかっこよさそうな感じするんですけど、一回これを貼ってみたいと思います。サイズ感的にはねまあバッチリだと思うんですけど、ちょっとこの、こういう枠よりもギリ小さいみたいな、普通のロゴシールみたいな感じになってます。はい、それでは貼ってみたいと思います。これね Y がね結構斜めなんで、まっすぐ貼るっていうのは難しいんですけど、これでまっすぐなんで貼るのがちょっと難しいと思います。ちょっとぐらい歪んでもいいか。よいしょ、お、すごい、本当に透明です。これを、透明なんで汚れちゃうんで、よいしょ、あ、汚れちゃった、大丈夫かなこれ、こんな感じか。よいしょ、貼れましたね。さっき手で触って汚れちゃった部分も別に大丈夫ですね。はい、ちょっと気をつけないといけないみたいですけども、全然大丈夫です。金色のロゴめちゃくちゃかっこいいです。
どうですかこれ。あれ変な形になった。開こうか。なんかめちゃくちゃかっこよくなりましたね。このステッカーレスタイプのやつあんまり好きじゃなかったんですけども、なんかめっちゃ好きになりそうです。もうロゴを変えるだけでこんなに気分変わるんだって感じですね。この Y の周りにホログラムがあるタイプ、これも好きなんですけど、綺麗で。でもやっぱりこれやばいですよね。かっこよさが全然桁違いというか、めちゃくちゃ綺麗。このステッカーレスにまた似合ってますよね。こっちのステッカータイプにも貼ってみたいんですけど、ちょっともったいないんで、これが X かな ?X で、これが 356X、あ、違う、356AirSM ですよね。で、もう一つ、これか。これは 356Air、あ、違う違う、なんだ、ややこしいな。356XS のステッカータイプと、ステッカーレスタイプですね。はい。この2つなんですけど、X がホログラムタイプ貼ってるんで、XS のステッカー、これもね、金色バージョン貼ってもいいかなってちょっと思いますね。貼りましょうか。そしたらね、こちらの 356XS ステッカータイプの方も、ゴールドの金箔ステッカー一回貼ってみたいと思います。はい、まあ、これはね替えがあるんで。結構ねこのホログラムの感じも、シールによって輝き方が違うんですよ。結構ねこっちの方が輝いてたり、角度によってね光り方が変わったりするんですけども、まあ、356XS は最新ということで、最新のキューブは、どちらも、ゴールド金箔ステッカーにしてみましょうかね。ステッカーレスのタイプはこれ、ステッカータイプはこっちみたいな感じで分けようかなと思ってたんですけど、うん、なんとなくステッカータイプにも貼ってみたいんで、やっぱりこれも貼ってみたいと思います。はい、では、貼ってみます。はい、ステッカータイプに貼る方の、金箔ゴールドのロゴステッカー用意しました。はい、これを貼るんですけども、こちらの方は、元々の白のステッカーはキープしたいんで、この上のロゴステッカーだけを剥がしたい。この間も1枚無駄にしたんで、ちょっとロゴステッカーもったいないんですけど、まあこの際しょうがないでしょう。ホログラムステッカーを剥がして、お、危ない、白まで剥がしちゃいそうになる。多分綺麗にロゴだけ剥がれると思うんですけど、お、取れましたね。ちょっと汚いんで拭きましょう。はい、結構頑張って取ろうとしたんですけども、結構ベタベタで、無理そうなので、これめくって新しいこのステッカーいっぱいあるんで、この真ん中の部分だけここに使いたいと思います。じゃあこれをめくろうと思います。もったいないんですけどね、まあ、しょうがない。ちょっとねここもねめくれかけてたんで、まあ、ちょうどよかったかなって思ってます。はい、これはねこのシール自体は綺麗にめくれると思うんで、はい、完璧にめくれましたね。一応拭いておきましょう。うん、完璧です。で、はい、とりあえずこの新品のステッカーをですね、この真ん中に貼りまして、それからですよね、ロゴは。これはね多分ぴったり貼れるはずなんで、ぴったりと、はい、ほんとぴったりですね、バッチリ貼れました。で、この上ですね、これも一応拭いとこう。この上にあのロゴシールを貼ると、どこ行った、あ、これか。このロゴシールを貼って完璧じゃないかなと思います。でもこれ透明なんで、さっきみたいに指紋がついたりするんで、ちょっと気をつけないと、この爪とかでね、なんとかこう上手に持たないと危険ですね。危ない危ない、難しいですねこれ。この感じで貼ります。どうだ、多分これでまっすぐなんで、この感じかな。もうちょっと向こうかな。いや、難しいなこれ。あ、これで良さそうですね。グッと貼って、お、完璧じゃないですかね。完璧に貼れましたね。どうですかこれ、ツヤ感が半端ない。このステッカーレスとステッカータイプ、どっちかっていうとステッカータイプの方がかっこいいかもしれないね。なんかこの隙間の黒とこの白と金がなんかマッチしててすごくかっこいいような感じがします。どうなんだろう、あ、なんか反対になっててもかっこいい。ピカピカ具合が半端ない。このホログラムのやつも綺麗なんですけど、このゴールドも捨てがたいですね。どちらも好きですね。こ
これもなかなかいいし、このゴールドとはまたちょっと違うんですけど、ツヤ消しゴールドみたいな感じなんで、こっちは真っ白にゴールドできるんで、かなり高級感が、こっちは大人な感じですね。でも文字は可愛いみたいな、こっちが可愛い系で、こっちがかっこいい系のロゴみたいな感じですかね。はい、いい感じじゃないですか。ちょっと僕的にめちゃくちゃかっこよくて気に入ってるんですけど、なんだったらこれ今持ってるキューブ全部に貼りたいぐらい。これでもちょっとそれだとね、ステッカーがもったいないんで、この、最新のキューブ、メインで使ってるキューブだけにするんですけど、とりあえずは、はい、ちょっと気が向いたらね、他のキューブとかにもね貼ってみたいと思います。はい、ということで今回は、新しいロゴ、かっちょいいゴールドの金箔ステッカーを作ったよっていう動画でした。まあそれだけなんですけど、まあキューブのねソルブには全然関係ないんですけど、まあ気持ち的な問題でね、こういう風ななんかロゴとかがかっこいいと、なんか回してても気持ちがいいじゃないですか。結構あの勇者をとかもうあのロゴがかっこよくて好きだったんで、ちょっと持ってきましょう。はい、勇者をはこんな感じの、まあ勇者をだけじゃないかもしれないんだけど、まあこんな感じでかっこいいロゴあるじゃないですか。まあもはやこれよりこっちの方がかっこいいんじゃないかなと思うんですけど、金色だし、でやっぱりかっこいいロゴがついてると回してる時も気持ちがいいんで、まあこんな可愛いロゴとかでもね、まあ全くロゴがないとかね、あんまりロゴが気に入ってないんだけどキューブは好きみたいな場合だと、そのロゴは取っちゃって自分のお気に入りのロゴに貼り替えちゃった方が、気分がいいんじゃないかなと思いました。はい、それだけです。これを貼ったからって言って、キューブが上手くなるとかではないですけども、気分の問題ですね。ということで今回は新しいロゴステッカーを作ったということで、紹介させていただきました。はい、またね何か新しいロゴとか作った時は紹介させてもらいますので、よろしくお願いいたします。今回のロゴはかなり気に入ってます。前回のロゴも可愛くてかなり気に入ってるんですけど、特にこれとかね、あこれもいいんだけど、この周りの色を合わすことによってかなり使えるロゴになったんで、なんかオリジナルのロゴが増えてきて嬉しいですね。これでまたいつものようにあの棚にねキューブをロゴいっぱい貼った状態でバーって並べてると綺麗なんじゃないかなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画を見ていいと思っていただいた方はグッドボタンを押してくれたら嬉しいです。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではさようなら。金ピカです。やばい、かっこいい。こんなサンダークラップとかね、ファルク3とかでもね、全然このなんだろう、透明の金色なんで全然貼れると思います。こんなんとか剥がして全然貼ってもいいと思いますね。はい、 GTS123 ですけどもこれにも貼れますね。はい、ていうか全部貼れますよね。